ブラチスラバ・セレジュ市外館馬車鉄道線の位置ブラチスラバ・セレジュ市外館馬車鉄道は、ハンガリー王国時代のスロバキアにあった、馬車鉄道線。現在のスロバキア国鉄ブラチスラバ・ジリナ鉄道線、ブラチスラバ郊外トルナバ間及び、セレジュトルナバ鉄道線である。ハンガリー王国で、鉄道建設熱が盛り上がった1836年。 ハンガリー貴族やブラチスラバ市の卸売業者などが中心となって農産物輸送を目的とする第1ハンガリーブラチスラバトルナバ鉄道会社を設立した。沿線都市との覚書き調印を経て1838年1月22日に第1回総会を開催し着工。路線総延長はブラチスラバトルナバセレジュ間64キロで旅客輸送年間6万人。 貨物輸送年間60万トンを見込み、事業計画には将来の蒸気鉄道化を盛り込んでいた。会社は土地買収の資金難に苦しみながらも、1840年10月4日に、ドナウ川下半のブラチスラバツアルトンから、郊外のスベティーユルの区間が開業した。ブラチスラバ市街には、ブラチスラバプロペルラ、ブラチスラバイコールノベーメスと、ブラチスラバ馬車鉄道駅、 ブラチスラバフ浴の各駅が設けられた。翌1841年には、すべてィュルペジの区間が開業したが、この頃実際に必要な建設費用が、当初の見積もりの倍に達することが発覚し、伊東の建設工事が事実上ストップした。その後1844年になって、機械通区間の好調な業績で黒字を形上することができ、 資金と建設資材調達の目途がついたことから工事が再開。1845年10月にシェンクビツェ、同年12月にシーフェル、1846年6月1日にトルナバまで段階的に開業し、同年12月11日にセレジュまで全通。ブラチスラバセレジュ間を4時間半で結んだ。しかし当初の計画だった。 蒸気鉄道化に必要な資金調達の目途が立たないことから第一ハンガリーブラチスラバトルナバ鉄道会社は1871年事業をバーグベルジ鉄道会社に売却した。同社はハンガリー王室から新たにトルナバトレンチイン間の鉄道路線と蒸気機関車の譲渡を受け1872年に馬車鉄道区間を蒸気鉄道化。 千八1891年にオーストリア・ハンガリー国鉄に編入された。1840年に完成したブラチスラバ馬車鉄道駅は本線から分岐した東端式ホームを持つターミナル駅の構造を持っていた。レギオナルスカドーリー・クリージュナ通り交差点に現在も残る駅舎は宮殿の建築様式を取り入れたものでブラチスラバ市内で最も古い建築物の 一つとされる。現存するこの時代のこうした建築物はヨーロッパ各地でもあまり見られず、プレスブルクの賃品とも称されている。長年にわたり所有者が次々と変わり、老朽化が激しくなったため取り壊される可能性もあったが、ブラチスラ橋に本社を置く保険会社のゲネラリスロバキア保険株式会社が保存を目的に購入指導者の地域本部として使用した。 さらに2009年、ブラチスラ橋が周辺を緑地公園とする計画で、約115万ユーロで買い取り、外壁を開業当時の色に塗り直すなどの復元作業を進めている。ありがとうございます。